ポンスケの寝落ちラジオということで、皆さんこんにちは、こんばんは。ポンスケの寝落ちラジオでございます。なんやかんやね、3回目ぐらいですかね。ポンラジっていう感じで略してなんか呼んでいただければね、嬉しいかなと思います。ということで、今回ちょっと何の話をしようかなと思ったんですけど、最近気になることっていうことで、サブカルチャーっていうものがね、こうデッドしたんじゃないかっていう話をねしたいなと思います。昔から、ずっとサブカルチャーと言われるものが結構好きで、友人もそういう、カルチャー好きな子たちが結構周りにいて、そのことを話してて思ったんですけど、最近そのサブカルチャーって言って、自分らがなんか好きでちょっと少数派だった、カルチャーっていうものがもうみんなにこう知れ渡っていて、もうサブカルチャーって息じゃなくなっているよねっていう話になったんですけど、最近そのだいぶサブカルチャーとメインカルチャーっていうものの境目がなくなってきてて、もうみんなが知ってて、でみんなが知らないものはないっていう風になってきてるなっていう風になんか思うんですけど、最近はもう私本も好きなんですけど、書店に行って本を買うっていうことだったりとか、もう本を読むっていうことが、私がその高校生ぐらいまでの時代には全然普通で、なんかそれが当たり前みたいなことになってたけど、なんか最近はもうその本を読むっていうこと自体がサブカルチャー寄りになってきてるんじゃないかなと思って、それで書店がこう閉店していったりとか、なんかこう街の本当に近所の本屋さんっていうものが、どんどんなくなってきてるなっていうのも思ったりするんですけど、そんな中でもこう大型書店とかはいろんなこう策を練って、雑貨を置いたりとか、文房具を置いたりとか、ガチャガチャ置いたりとか、なんかそういうことをして売り上げになんとか貢献して生き残っていこうっていう、こう戦略ができてきたりすると思うんですけど、なんか例えばそのもう時代的に少数派とかこう大多数のものとかもう関係なく置いていかなければいけないっていうか、そのもちろん売り上げとか的にも、なんか個人で好きなものとか本当に少数派のものを置いていくだけでは売り上げっていうものが立たなくなってきてしまってるから、こう仕方ないことなのかなとは思うんですけど、なんか昔本当に学生高校生だった頃ぐらいに、近くのこうレンタルビデオ屋さんに行って、そこでこうビデオを選んだりとか、でもその時はこう話題作っていうのももちろん ありますけど、レンタルビデオ屋さんでしかなんかパッと見て借りたビデオとか DVD とか、なんかそこでしか出会えないビデオとかそういう物語とかもあって、でそれをこう借りてきて期待して見て再生してみると、全然面白くないこの映画とか、なんだよこれって思うようなことがあったりとか、映画館に行ったりとかしても、今ほどこうレビューとかがない時代だったんで、こう見た後になんだよこれみたいな、2時間損したなみたいな映画もあったりとかして、でもなんかそういうものがすごく思い出に残っているというか、なんかこう無駄な時間だったんだけど、なんかすごく面白かったなとか、なんかクソって思ったなとか、なんかそういうことだけはすごく思い出に残っている感じがして、で今音楽とかも、音楽もすごく好きなんですけど、サブスクっていうものが当たり前の時代になってきて、 AI とかそういうので分析の中で出会える音楽とか、このアーティストに似てるアーティストはこれですよとかいうふうに、それで出会えるアーティストももちろんいると思うんですけど、でもそんな中でもやっぱりその AI のこう分析とかではなくて、こうなんか路上ライブ聞きに行って面白かったよっていうアーティストがいたりとか、なんかそのタワーレコードに行って、で
タワレコのこう視聴器で自分が良さそうだなって思ったアーティストを聞いたりとかして、そこでこうインディーズのバンドに出会ったりとか、なんかそういうことがあったりとかして、でやっぱ店舗でしか発見できない音楽とか、なんかそういう出会いとか確実にあるんだろうなっていうふうに思って、そこで出会ったなんか作品とかアーティストはずっと忘れられないものになるなっていうふうに思ったりとかして、もう好きがいろいろ分散されていってしまって、何かをすごく好きになって、もう夢中になってその人をもうずっと追いかけてっていうことがなかなかやりづらい、できにくい時代になっているのかなっていうふうに思ったりはします。私はこう昔から古着が好きだったり、音楽好きだったり、映画好きだったり、あと本が好きだったりとか、ずっとこうカルチャーにずっとなんか助けられてきたっていうか、本当に共に生きてきたなっていう感じがして、すごくすごく自分の中では大事な部分、大事にしてる部分だなっていう風に思うんですけど、これから先そんないろんなこうたくさんのこう情報があっていく中で、自分のなんかこう一点みたいなやつを持てないなっていうなんか危機感もあって、なんかね難しいんですけど、なんかこう少数派だったものがメインカルチャーになってしまったのはだいぶ寂しくなってしまったなっていう気持ちがなんか最近はずっとあるんです。でまあサブカルチャーっていうものは本当にデッドしてしまったのかっていう感じなんですけど、どうなんだろうな、なんか本当になくなってしまったのか、もう自分たちがこうこっそり見つけられるようなカルチャーとかそういうものはなくなったのかなって思ったりするんですけど、まあどこかにはあるのかもしれないですけど、例えばこう単独の映画館とかそういうものが潰れていったりとか、ライブハウスがどんどん、大きいライブハウスは経営できるけど小さいライブハウスがなくなってしまったりとか、あと本屋さんも小さい本屋さんはなくなって大きい本屋さんにどんどんなっていって、いろんなものがこう混ざって販売されていってって、なんかそういう自分が好きだったものたちがどんどんなくなっていってしまう、メインカルチャーがみんな大幅に世間に浸透することによって、そうやって少数派だったものがどんどんなくなっていくっていうことはすごく寂しいなっていうふうに思いましたね。なんか最近そのサブカルチャーの話で、あの藤子 F 不二雄さんの異色短編集1っていうのがあって、ミノタウロスの皿っていうね、漫画があるんですけど、まあ、その中でお化けの九太郎がね帰ってくるっていう話があるんですね。それが劇画お化けっていう物語なんですけど、これね私東藩さんの本屋さんの動画の中でこう長野さんが紹介されてたりとかして見たんですけど、劇画オバキューって、オバキューってもの皆さん結構ご存知かなと思うんですけど、まあ、昔このオバキューが仲良かった男の子の元にも何十年もあと、もう大人になった主人公の元にオバキューが帰ってくるんですね。オバキューがなんか最近その学校かなんか進学をしてて、なんかまあこれからちょっと就職しようと思ってるから忙しくなるからちょっと久しぶりに会いに来たんだよみたいな話になって、でだいぶもう20年か30年後ぐらいのところで戻ってきて主人公と出会うんですけど、その中でも主人公はもうだいぶ大人になっていて、でお化けと会ったのって本当に小学生とかそれぐらいの年だったから、まあ、お化けからしたらその小さい頃の男の子のことしかわからないっていうか知らないんですよね。でもう主人公がもう30歳ぐらいかな、それぐらいになって大人になってて、仕事もしてて、こういろんなこう上司とかにこうお付き合いがあったりとかして、こう飲みに行ったりとかそういうのもしてたりとかして、で奥さんもいて、で赤ちゃんがもうすぐ生まれるかなっていう感じかな、まあ、そんな中で
まあ自分は一生懸命お仕事しなきゃいけないし働かなきゃいけないっていうその男の子の話があって、でもおばきゅうはやっぱり久しぶりってこう帰ってくるんですよね。でおばきゅうはやっぱりちっちゃい頃のその男の子のイメージだから、久しぶりだよって言って、遊ぼうよって言って言うんですね。で久しぶりのこう仲間たちと、その男の子が昔つるんでた仲良かった友達とか集めて、もうみんなで一緒に遊ぼうよっておばきゅうが誘って、でおばきゅうがね結構その食いしん坊だから、その奥さんにねご飯を何倍もこうおかわりさせてもらっていっぱいご飯食べたりするんですけど、でもそんな中でこうなんか奥さん困っちゃって、で旦那さんの方に知らない、まあ、おばきゅうが寝た後とかに、おばきゅうってさみたいな、あんなご飯食べるんだねみたいなこと言われて、おばきゅうショック受けたりするんですけど、まあ、そういう話の中で、まあ、昔のねそういう仲間たちと出会うんですけども、仲間たちも大人になってるから、まあ、一人の男の子はこう自分はその家の後継ぎをしてもうその仕事を頑張ってるんだよって言ったりとか、あの女の子はもう私は結婚するから、あの昔のように遊んでられないんだよっていう話をしたりとか、まあ、していて、でおばきゅうがいろいろこうまだこういうことやりたいなとか、こういうこと遊ぼうよって言ったりすると、なんか子供時代のことをやってんのみたいな、子供みたいなことやってるんだって言ってショック受けて、それでおばきゅうが、で主人公の方も男の子の方も、まあ、自分は子供が生まれるから、まあ、おばきゅうに構ってられる時間はないんだよって言って、昔みたいに遊んでくれないのっておばきゅうが言うんですけど、いやもうそんな遊ぶ余裕なんてないんだよって言って、僕たち大人なんだからっていう話なんですけど、なんかすごくその話をこういろいろ思い出したりとかして、まあ、ぜひあの気になった方はあのミノタウロスの皿っていうね、あの藤子 F 不二雄先生の作品を読んでみてほしいなって思うんですけど、まあこれからもしどん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 サブカルチャーが、まあ、デッドしていって、いろんなものが消え去っていく中でも好きなものはずっと好きであり続けたいなと思うしっていうね話をちょっとしたかったなと思います。皆さんねどう思いますか？サブカルチャーはデッドしたと思いますか？これから一体何を大事にしていったらいいなとか思いますか？なんかこう深くねちょっと考えてしまって、またぜひちょっとラジオとかもねいろいろ配信していこうと思うので、また聞いてもらえたら嬉しいです。はい、ではありがとうございました。バイバイ。